十日、町地域における平成の大合併。当町は信濃川を挟んで十日、町中心部と相対する。川西町は新潟県中越地方、中尾沼郡の北西部に位置していた町である。十日、町市への通勤率は29.3%。2005年4月1日に十日、町市、中尾沼郡中里村、東首引郡松代町。 松野山町と合併し、新設の10日、町市となったため消滅した。東部は、品野川流域の河岸段級にある肥沃な大地、西部の渋見川流域は、中山間地域である。県市町村下、固定資産の価格等の概要によれば、町の面積の内田畑は21.3%、宅地は2.8%であり、その他は、山林や雑誌地などが占めている。周辺は、 古くから、つまり号と呼ばれていた。仙田地区では、渋見川の流れを直線化する、世界により神殿開発や、洪水防止の取り組みが行われてきた。町内に、鉄道は通っておらず、隣接する10日、町市内の駅が、最寄りとなる。光の館。越後つまりアートトリエンナールに伴って、高級的に設置された作品。中にジェームズ・タレルの作品がある。 目的別観光入り込み客数では温泉が最も多く、ついで祭りイベントとなっている。ありがとうございます。